皆さんこんにちは、ジャックです。今日の、洋楽で学ぶ英会話は、ミスタービッグのギタープレイヤーポール・ギルバートさんをテーマにしたいと思います。ミスタービッグのメンバーの中で、一番真似するのが難しかったので、ちょっと結構たくさんポイントがあります。まずポールですけれども、この P こうパッっていう破裂するような音を結構強めに言って、この L はですね、学校ではその舌先を歯の裏につけてうっていう風に習うんですけども、もううでもいいと思いました。ポーできる方はポーウで最後に歯の裏側にベロつけると雰囲気が出ますけども、もうポンっていう風に言った方が近い気がしました。昨年の夏にドッグキャンプに行った時に、同室になったイギリスから来られた方が実はポールさんっていう人で、もう呼び方はポーでした。ポーウで止まってるくらいの感じで、聞こえました。で、ポールの方はまだいいんですけども、ギルバート、こっちがですねとっても難しくてなかなか真似ができなかったんですけども、まずこの G、 これもちょっと P と一緒でこう ギルバートのギっていう風に言うんではなくて、グッグッっていうそのちょっと息を抜くような音で始まって、この I を絵に近いような形で呼びます。なんでゲッ、どっちかというとギーではなくゲッ、ゲッってこの L も、ウですね。ゲオ、 B はP と同じくこうポンって破裂するような感じで口を閉じた状態からブッ、ゲウブ、この ER ですね。これが実は一番難しくて、マスターすると一番登場する音だと今思ってます。これちょっとくぐもったような R っていう音なんですけど、これの出し方をちょっと後で詳しく、ピックアップしてやりたいと思います。だからまずちょっと最後までいきますと、この最後の T はこれは無声音って言われる種類の音なので、ポール・ギルバート、トって言ってしまわないで、っていうふうにこう喉を鳴らさないようにして、もう息だけを抜く。だから P も G も T も、この B もですね、どっちかというとこう本当にはっきりと音が出るんではなくて、結構息を抜くような感じで言うと近くなると思います。なのでこのギルバートの部分はゲルバート、ゲルバートっていう風に言った方が近いと思います。なんでカタカナで書くとポー、ポーゲルバートっていう感じ。ちょっと最後ははっきり言わない。ポール・ギルバートっていう風にすると似てくるのかなと思っています。でこの ER なんですけども、このくぐもったようなこの R っていう音、これの出し方なんですけれども、いろいろちょっと試行錯誤をしてみたんですが、やっと再現性の高いやり方がちょっと見つかったのでご紹介します。リッチ・コッツェンの時にちょっとご紹介しましたけども、 R の発音、唇をうーって尖らした状態からベロをどこにもつけずに、リっていうんですね。これと同じような感じで今度、この R に O がくっついたような感じで、まずうーっていう口をしてベロをつけずに
ろと言ってみます。ろって言うとですね、ベロがなんかこうなんか口の中でこういう風な感じで折れ曲がったような形になるんですね。ベロをどこもつけずにろと言おうとすると、なんてうーろーって口の中でこういう感じになるんですけども、このうーろー、まあ、もうおでもいいです、うろーって言った状態の口を保ったままあっていうんです。あんまり口は大きく開けないでいいです。なんでうーろーベロのままであーって言うとここの音になります。なんでギルバーポール・ギルバート、このここの音が出るだけでもなんとなく雰囲気が格段に変わってくるような気がしました。で、実はこの っていうと、これも綴りはいろいろあるんですけど、あのガールも一緒で、ガールとか、あとワールド、このワールド、とか、実はあのマイク・ポートの意とか、パッド・トーピーの、マイク・ポートの意とか、パッド・トーピーの部分も、まあ、音はこれだと思います。なんマイポーノイなんて、アーが一緒にちょっと入るんですね。ペットピーなんて、すごく登場頻度が高い気がするので、このポール・ギルバートで、練習をよくしていました。参考になったら嬉しいです。それではまた。